はい、酒好きな新潟市の飲酒動画です。今回はね、まあ俺の、3本指に入る、ビールを飲んでいきたいと思います。まず第一に、一番大好きなビール、ギネスの缶のやつですね。瓶のやつもあるんですが、缶のやつが一番うまいですね。はい。こちらは、原材料がバクガートホップと大麦。アルコール度数が 4.5%。原産国がアイルランド。容量が 330ml。で、こちらがですね、値段がだいたい250円ぐらい。案外安い。ドラフトギネス。1、3時間以上冷やす。2、大きめのグラスにゆっくりと全量注ぐ。3、2分じっと待つ。4、クリーミーな泡と滑らかな喉越しを味わう。で、こちらね、ここに書いてあるんですけど、館内にフローティング、ウィジェットというクリーミーな泡を作り出す、白い球体のカプセルが入っています。館内の音はウィジェットと缶が触れる音です。ウィジェットが入ったままリサイクルできますって書いてあるんですけど、この中にね、缶の中に実は、あの、丸い白い玉が入ってまして、それが、なんか空気と、あれして発泡するんですよ。それによって、あの、クリーミーな泡を作り出す。これは、あの、缶にしかなくて、ギネスの缶のやつだけなの。あの、ギネスの瓶のやつは、それがないんで、まずいんです。ということで、ね。ギネスの、グラス。で、飲みたいと思います。で、これを開けると、めちゃくちゃ冷やしてるんですけど、こんな感じで、ブワブワーって出るんですよ。これは正常です。そして、こんな感じで、静かに、注ぎます。ギネスはですね、他のビールと違って、全然、泡立ちが、全然泡立たないっていう特性があって、ほとんど泡立ちがない。泡が立たないんです。で、こんな感じで、ほらなんか、カタカタ音がするでしょ。中にね、入ってるんですよ。ほら。玉が入ってるんです。で、これを、今ね、これ見てわかると思うかわからんけど、こうね、濃度があるんですよ、この泡の。下が濃くて、こっちがこう、徐々にこう、色が、こう、泡とこう、ここら辺が混じってる状態。今ね。なんで、これを、しばらく待つ。です。んで、これ待ちまして。2分間待つって書いてあったでしょ。なんで、待ちます。でも、大体ね、混ざったんで、もうはっきり混ざりました。うん。分かれました。なんで、これぐらいしかね、あの、ギネスは泡出ないんですよ。本当に。で、ギネスは、この泡がね、うまい。で、こう、すくうじゃん。この泡ですよ。これがね、うまい。クリーミーな泡。じゃ、乾杯。うん。てかね、クリームなんだよ、これ、ほんとに。クリームかと思うぐらいの泡のね、あの、濃厚さがあるっていうかね、あの、すごい。クリーミー。もう、クリームなんだよ、これ。あの、ほんとにクリームかなと思うぐらいのレベル。
で飲むと、ギネスはね、これ炭酸がね、ほぼないビールなんですよ。あの、シュワシュワっていうあの炭酸のあれが全然ない。のが特徴です。もうね、ほとんどね、あのコーヒーの味と非常に似てる。で、程よい酸味と苦味と、うめえ。うめえ。半端ねえ、これ。で、この苦味と、ね、コーヒーのような苦味プラス、この泡がね、クリーミーなんで、このね、ちょうどここの部分の泡と、一緒にこの、ね、黒い、その液体を、一緒にこう飲むと、ああ、うまい。うますぎる。これだよ。これがね、250円で買える。てか普通に考えたら、よく考えたらこれ250円で買えるんだな。安っ。安っ。って感じ。最近飲んだ、あの、ギネスビールの、あの、瓶のやつあるんですけど、あれは全然美味しくなかったね。瓶の、あの、なんていうのこれ。瓶のやつね。これね、本当にもうちょっとね、これが、この瓶、あの、瓶が、瓶のやつじゃ、この、あの、グラスがね、もうちょっとでかければ、こう、パカってこれを開けて、もう一気に、ぐわー注ぐんです。注ぐと、なお、あの、泡が立って、いいんですけど、多分それでやると、ちょっとこぼれるかなと思って、静かに今日は注いだんですが。ああ、ギネスのエクストラスタウトってやつ。こっちはギネスのドラフトってやつなんだけど。ドラフトギネス。これが俺が、あの、誇る、あの、ナンバーワンビールですね。現存する。現存する。あの、日本では、まあ、外国のビールだけどね。一番俺が、あの、そこら辺で売ってる中で、一番うめえな、っつって、あの、誇るビールがこちらです。これね、混ぜたりして美味しい。この泡と。うん。あとこれ、あの、冷やさないで、温めて飲むっていう方法もある。
なんで？まあ、俺は、温めて飲んだことないですけど。うん。まあ、温めて飲んでも多分美味しい。ですよ。これは。うん。この泡の、クリーミーさよ。この泡の。キメがね、めっちゃくちゃ細かいの、この泡が。ほんとに。細かすぎて、ほんとにクリームなんです。飲んでみるとわかるけど。マジクリーム、うん、あ、クリームじゃんっていう感じな、うん、なんです、うん、ということで今回は、まあ、自分のねビールの大好きなビールギネスドラフトギネス。ギネスドラフト。どっちだろう。ドラフトギネスか。紹介しました。これはね、まあ、どこでも売ってますんで。多分どこでも売ってると思う。250円ぐらいで買えますんで。これぜひ飲んでもらいたい。ということで、ご視聴ありがとうございました。